バス水道バス街では人力車すっ飛ばす寿司屋通り久子通りオレンジ通り通り通り伊予の街からハードバーグモノレスサンバカリバーグエビバリ行きましょうよ。チャンネル虹に夢中イエーイ。はい、始まりました。はい、本日は8月何日ですか？21日です。月曜日2時。2時です。2時なんです。はい、ねー、私たちの先週いろいろといろいろご一緒したりしてね。そうなんですよ ね。あ、本当にいろいろご一緒しましたね。本当にいろいろご一緒しました。でも一番面白かったのはですね、浅草21歳。そう、ね、楽しかったです ね。私もね、久々だったんですけれども。そうですよ、池江さん、はい、久しぶりに見たんじゃないですか。ね、いつも、行けるかも行けるかも、あ、ダメだみたいな、ね、そうなんですよ、ね、よかったです、今回は行けて本当に楽しかったです、ね、ありがとうございました、ね、そう、21世紀ですけど、はい、まあ、あのこんもうちょっと先にこちらのコマーシャルをしちゃうと、ですね、もう水曜日、今週の水曜日になりました、はい、23日24日、はい、ニューオーリンズフェスティバル、はい、浅草公会堂で、はい、私たちの番組を提供してくださっている浅草おかみさん会が主催してます、はい、ニューオーリンズフェスティバル、ニューオーリンズのジャズの、そうですね、すごい、あの素晴らしい名プレイヤーたちが、トーマス・フィッシャーとニューオーリンズジャズオールスターズということです ね。それがいよいよですね、はい、23日24日まだ、はい、あのチケット大丈夫ですので、はい、ぜひ番組でも結構ですし、こちらのおかみさん会の方に問い合わせてもいただいても大丈夫ですので、もちろん当日ね、当日券ちょっとお高めになっちゃうんですけれども、はい、あのもしかして2時に夢中を見ましたって言ったら、はい、あの当日じゃなく、あの前売り料金になるようにしときます。はい、そのように対処いたしますので、ぜひいらしてください。はい、お待ちしております。はい、それでまた戻りますけど、はい、先週見てきた21世紀、はい、何かあの久々に見ていかがでしたか？面白かったです。思い出すだけで笑っちゃうんですけど、ね、はい、あれ、あのすごくいい本でね、あの本書いた方どなたなんでしょうか ね。毎回違うの、もしかして。そうですよ、あ、毎回ね、そうなんですか、あの脚本のすごいプロ中のプロの人が書く時もあるし、新人さん、なんかこう新人発掘じゃないですけど、新人さんが書く時もあるし、あ、そうなんです、なんと劇団員の人が書く時もあるんです。そうなんですか。なんかライブ感がね、半端ないです。あのちょっとなんか、あのあれで足の悪い、あの、ね、おじさま、お兄様、すみません、なんということなんでかとっちゃったの、すみませんが、あの方ね、本も書くんですよ。はい、それでね、あの今日はですね、ちょっとまた違うあの舞台にも立たれるということで、楽しみですよね。そのもうね、もう間近に迫ってるんですけど、はい、今日はね、ちょっとお呼びしちゃって全部仕切ってもらっちゃおうと思うので、お願いいたします。浅草21世紀の副座長で、はい、目立健一さん、はい、お願いします。お願いします。ご紹介に預かりました。おじさまというよりもね、おじいさまって言われてます。そんな滅相もない、とんでもございません。いやいや、じいじいとか言われてますよ。どうぞ。いやいや、あの飲み屋の20歳の子に、これじゃあお預かりします。これどうしたらいいですか？両方でお預かりします。どうぞ。松葉杖なんかを、はいはい、持っていただいて、どうもありがとうございます。まあ初めてお伺いしましたけども、どうもいらっしゃいませ、いやいや、ようこそ。いや、どうも本当にもういつも来ていただいてありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。先週来ていただきまして、ありがとう。どこ行っちゃったんですか？ちょっと松葉杖を置きに、いや、申し訳ない。日曜日、昨日先週楽だったんですか？はい、いや本当にもうね、8日間もう毎月早いですな。うん、はい、何しろですね、早いですか、こんなに苦労して足お芝居しながらコントして、ね、だってあれですよ、だってあの金曜日にはね、あの来月の芝居の、あの本読み始まっちゃいました。あ、そうなんですね。だから毎回その月のやってる最中に、要するに金曜日、まあほら劇場でやった方が、もうやってる最中に本読みが始まっちゃうの。そうなんです。だからセリフ間違えちゃうの。ごめんなさい、だってすごい、すごい、ね、あれね、あ、この人鋭い。早めに渡しすぎるんだ。そうですよ。あ、何しろ覚えるんだけど忘れるのは早いからね。順番で言うと巻順ね、小野の小道、うん、順番で忘れてるやつ早いじゃない。巻師匠はほら、一応ほら、巻師匠はすごい人なのは、俺は台本を覚えないっていう、うん、そうなんですか。よく見ると
台本に一生懸命線が引いてあって、一生懸命なんか書いてあるんですね、で本人は覚えようと必死なんでしょうけどね俺たちにはね、俺は覚えないんだよ、俺はアドリブで行くんだよ、でも一生懸命思い出そうとしてる顔がわかるんですけど、まあでもまあ、そういう風にして毎月なんで、だからあの要するにその日の公演の時のその時の公演の時に来月のやんないと、あなるほど、間に合わないじゃなくて、貧乏なんで、あのなんていうんですか、公民館とか、ああいうなんて区の施設を借りるとお金かかるじゃないですか、だからなるべくその時にやっちゃおうと、だから早めに台本を上げていけばそれができるじゃないかと、もう木馬亭にいる間にやっちゃおうっていう、毎月もうやることは決まってるので、でも皆さん器用ですねそれならね、そうですよね、どこが器用なんですか、だってその芝居やりながら次の芝居の覚えて、だって渡して本読みしてですよ、次の稽古になるのに2週間ぐらいあるんですよ、そこまで1回も台本見ないんですよみんな器用っていうよりもね、何なんだあいつらと思うぐらいですよ、そうですか、だ修行しないんだよ ね、 衣装もじゃあその時に合わせちゃう、衣装はねうちの小野小道っていうのが担当なんですけども、彼彼女が一応いろいろと黒、なんていうこういうにしましょうかっていうんで、大体、自分たちの持ってるものを持ってくる、あとは要するに劇団であるものに借りる、であと時代劇に関しては時代劇もある程度ストックされてるんです、あカツラとかカツラは借ります、山田カツラさんから、やっぱりカツラってねゴンカツラとか嫌なんですよ、やっぱりちゃんとしたものはやっぱり、やっぱりいくらじゃあ今回の牧師匠のカツラもあ先ほどちょっと本のこと本のことを言っていただいたでしょ、はいはい、あれ私書いたんですけど、はい、今回のねあのそうなんですか、だいたい今まで僕パロディーもんが多いんですよ、はい、例えばこの間、まあ、なんていうんですか小林明 の、あのギターを持って、あれも面白かったね、あれは要するにギターを持ってない持ってるだけの渡り鳥ってことで、ただのギターの運び屋だったっていうそれが座長でね、でその後に今度赤木啓一郎をやったんですよ、無敵が俺を呼んでるを見て、でそれが今度要するにあの終わりは始まりの始まりは終わりの始まりってやつだったんですけど、それでは牧師匠が今度あのどういうわけか中華街のママという役だったんですよ、牧師匠が私が見てない、見てない、それよかったの、あれがまたおかっぱで可愛かったんですよ、可愛かったの、牧師匠私結構不安なんですけど、いやいや多いんですよ、そうなんですか、あの方ね今年あのなんていうんですか、あの30って言うんですか、そうですね、そう30 80、いやそれはさっきあのカツラ見てるから、あのカツラは40にしても、今回は牧師長に40の要するに役を、あと子供とやったらどうなのかなと思ったので、あのカツラ屋さんに注文したのが、すいません昭和三兄弟のあの池部亮さん、あの最後に高倉健と殴り込み行くときに二人で傘さして持っていく時のあの池部亮をイメージして、あの要するにそう、あのつまり高倉健さんはどっちかっていうところなんていうの、角切りかなんか角刈りみたいな、ぼちかいスポーツだけど、風間重吉さんというのはママはよく知ってるんだけど、風間重吉あれはね、ね風間重吉はちょっとねおしゃれなんですよ、そうね、だからそういう頭にしてくれって言ったら、ものの見事にしてもらったんです、なんか、ね、それがそうなんですか、もう昭和の見事昭和 の、 あ の、 ね、あのいわゆる薬剤映画さんの出てくる、だから最初に網走番外地で、要するに例えば出所シーンで牧師匠をドーンと見せて、それが今度要するに時間が30年前にフィードバックすると、今度子供になってというような、みんなが子供と大人とか、あの大人なんだけどおばあさんになったと、そういうことを思ってやったら面白いんじゃないかなと思って、8月こういう本をみんなにちょっとやってもらったそうです、面白かった浅草ストーリー、はい、浅草ストーリー、それでね、まあ、これ言っていうのか分からない、原本がね、あのこち亀ってあるんじゃないですか、はいはいはい、こちら亀あり、はい、あれのなんかね夏浅草物語っていうのがあるんです、はあはあ、でそれ本当に実際ある、あの実際って違うんです、漫画でですよ、漫画でね、こち亀こち亀分かります、分かります、それの中で本当に両津さんと昔の小学校の同級生が、両津さんは警官になったんだけど、それとヤクザになったって話があったんです、でそこからちょっともらって、それを拡大したらどうなるかっていうのを今回、あ、なるほど、こち亀そのままやるんだから、こち亀っぽい、いやだからいやいやいや、バクリになっちゃう、だからあのネタバラしますと、最初に本読みした時に、うちの座長がこれさ俺の役っておめえじゃねえのって言ったの、もちろんだからね、ずっと座長だから主役じゃん、たまには俺主役でもいいんじゃねえと思って、やっぱり書いたらやっぱり俺かなと思うんですよキャラが、なんだけどやっぱり最後になんていうのかな、あのそのなんていうの、石部純吉っていうのが送られる方がいいのか、それとも座長がやっぱり見送って警官の方がいいのかって悩んだら、やっぱり最後座長はやっぱり舞台にいるべきなんじゃねえかなと思って、
今まであのほら問答無用のなんだっけ小林明とかみんな去ってっちゃうので、うん、最後は残った方がいいんじゃないかなと思ったんですよ。楽しかったですね。面白かったです、うん、あ、そうですか、ありがとうございます、はい、本当に、いやいやいや、ね、嬉しかったです。それでまた9月もあるんですね。あ、9月はまたね、あの、また10日からね、はい、10日からこれ、はい、これ貼ってありますけどね、貼ってあります。なんか蕎麦屋の店主は継がせたいってね、はい、わけわかんない。あ、ね、これね、あの今度ね、これはこれはね、これね、今度あの根本寛一が書いてます。何か、ちょっとなんか、あ、なんかお蕎麦屋さんでアルバイトされてる。そうそう、亀井屋っていう蕎麦屋でバイトしてる。で、それで、うん、このタイトルをね、うちの座長が、なんだよこのタイトルって言ったら、うん、今ね、うん、テレビで多いでしょ、ほら、あのなんだっけ、あのなんだっけ、なんだっけ、あるじゃないですか、うん、なんだっけ、あの逃げるが勝ちが早いとか、なんとか、そういうとか、なんかそういうタイトルあるじゃないですか、うん、そういうっぽいものを自分で洒落て考えたつもりなんですよ。これはやっぱりちょっと内容はまだちょっと もちろん言えませんから、皆さんには見てお楽しみということなんですけども、うん、ね、ただまあ、ただうちの劇団って見てもらって分かるように、うん、あの本読みした段階から今度要するに稽古になって、はい、いろいろ変わってって、うん、また舞台になってまた変わってたりとかするので、うん、でもそのライブ感がいいんですよね。そうそうそう、 あ、うん、あの例えば今日のコントもそうなんですけど、はい、今日じゃねえんだよね。ノー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 コントも、あの要するにあの、はい、あの松葉杖で、はい、あの出てきましたけど、本当にあの7月に、はい、あの本当にあの転んじゃったんですよね。あのお客さんと一緒に飲んでて、はい、マグロ人で、はい、中店のですね、今日の今日じゃないこの間そのストーリーはあれ本当のストーリーだったんですか。だからあの要するにあのコントどうしようかっていつも間際に2人で考えるんですよ、ええ、まず芝居ありき で、うん、でコントが最後になるんですけど、その時に要するに、舞台稽古で終わった後に、うん、どんなコントをしようかなって話になった時に、まいったな、そのギブスだもんなって話になって、はい、それでそれから要するにって言うんで2ポーズ3ポーズ持って次の日の本番の朝、うん、あ、こういうふうにしようって話になって、うん、だったら俺が医者になるからお前が要するに足を骨折した患者になって、うん、じゃあそれで出ていこうよって話になって、はい、うんうん、それで、まあ、実際に最初に要するに、君は何17日に、マグロ人で、うん、あのお客さん の奥様とマグロ人って浅草の中身新中身さんのところですね。そこがそこで日本酒をガブ飲みしてですね、うん、それその後あ、それ事実なわけね、事実、あれ本当の話なんですね。もう、うん、あそこ最初の5分ぐらいは全部事実なんですそれで要するにで、ね、その後裏場に帰ってもう一軒自分で行って、それで何しろ、でも私も そうじゃなくて本当にあの酔っ払っててこう転んだとか知らなかったんですけど、浅草のおかみさんが目指しさんがさ足転んじゃってて、あ、泥酔して転んだに違いないとか言ってる。本当だったんだおかみさんね、何も言わないの、ね、泥酔して転んだ、あのね、あの人ね、泥酔して転んだの絶対そうとか言っちゃって、あのね、おかみさんって、おかみさんって、うん、この間こうやって会ったんですけど、うん、あの人本当すごいね、うん、もうちょっと目くれて、うん、あ、怪我ねっていうぐらいで、うん、お、少しはさ、うん、どうしたのとかさ、目立ち大丈夫かとかないんですよあ、やったかって思うんですよだって泥酔して転んだに違いないとか同じで、そうなんですよ、うん、で、すごいですよ、あのね、おかしいんですよね、僕3、4打だったんですよ、うん、浦和で、駅で、でもね、なんかね、ふらっとしたらね、面白いんですけどね、あの一瞬ね、飛んじゃったんですよ、空中を、うん、それで空中を飛んで、くるぶしから落ちちゃったんですよ。いやいやいや、痛い痛い、それで、自分じゃいけない、打ち身だと思ったんです。だから結局、家に帰って、ちょっと会ってみたら、お、腫れてんじゃねえかって、それで、うん、あと4日間舞台があったんで、冷やして寝たんですか。冷やして寝ました。で、あ、いや、冷やさないですよ、だってそのまま、ね、寝ちゃった、酔っ払っちゃった、それで次の日焦って、要するにちょっと、あ、やばい、冷やさなきゃとかいろいろあって、で4日間やったんですよ。え、ずっと骨折してたのに。そう、だからその時骨折って分かってないんですよ、先月ね。だからね、目立ちは足が痛そうだったぞとか言って、中村さんがすごい言ってた、中村さんたち千秋楽見に行かれた。そうなんですよ、千秋楽、だからそれであの自分でも、まあ、多分打ち身だろうとか捻挫だろうとかって思ってたら、はいはいはい、そしたら要するに、そうですね、あのそれから4日後ぐらいにちゃんと病院行ってレントゲン取ったら、はい、骨折れてますよって、折れてんだよそれ具合は余計痛くなっちゃいますよね、そういうの聞くとね、まあ、痛くはないんですけど、うん、ただその段階からやっぱ頭の中よぎるのは、うん、あれギブスしなきゃいけないのとかとか、 あれ来月どうすんだとか、あのまあね、うん、今月のね、昨日で終わったやつも、うん、参ったな、俺今回いたんだけどどうしようとか、俺出ないでいいのかなとか、まあ、あの骨折の話はね、うん、あれなんですけど、私目立ちさんのそのなんかの演劇の世界にどうして入ったのかなっていうの、そういうところがまず聞きたいんですけど。あら、
そんな。そういう、そういう真面目。そこがね。真面目に聞きたいんですけど、なんかこういう、なんか、経営劇とかやる人少ないじゃないですか。そういう中で、どの経路をたどって、この経営劇系に来たのかなっていう。あの、僕、本当に、あの、なんですかね、大学日芸なんですけどね、うん、あ、そうなんですか。芸術演出、そこに行く至るまでは何だったんですか。僕あの何しろ日本を誇るバスケットボール業界で埼玉県ナンバーワンガードとかって、すごい、もう何しろバスケット命だったんです。そうだったの。体育会系だったんだ。それで僕あの何しろ体育会系、中学校の時ってどう、なんていうの、あの共学じゃないですか、はい、でもう何しろバンカラに憧れちゃって、で俺春日部高校行ったんですけど、男子校なんですけど、もう何しろ男子、男だけしかいない学校に行きたくて、でその時にバスケット部に入ったんですけど、まあ、中学校からやってたんですけど、あの188ぐらいの先輩がいたんです。でうちの学校、要するに2年前が県でもうナンバーワンだったんで、それで168だったんですけど、とても無理なんですわ。大学行ってバスケットやる、ね、バスケをするし、ちょっと、ね、身長がね、身長が、あとやっぱりスピードが速くなきゃダメなんです。あのやっぱり 100m やっぱり11秒か12秒くらい走らないとダメなんです。すごい、やっぱり背が低いやつはスピードがなきゃダメ、でも高校までは頑張ってらっしゃる。それでもう大学で断念して、どうしようかなと思った時に、やっぱりあの何かなと思った友達と一緒にこう、なんていうの、映像というか8ミリで映画撮らないかって話になって、はい、でそれで、まあ、試し撮ってたんだけど、それ高校の時、高校卒業してから、それでどっか大学をって言った時に、どうしても僕早稲田行きたかったんですけど、ただ滑り止めで日芸受けろって言われて、先生に、で優秀なんで受けとこうかなと思って、で結局早稲田が落ちて日芸に行ったんです。早稲田は何学部だったんですか。あ、もちろん政経学部。すごい優秀なんですよ。やっぱり二次元に受かって正解だったんじゃないですか、こういうこの芸能の道に行ったっていうことは、政経学部に行った時は僕は将来ないってことですよね。いや、また違う人生。そうそうそう、なんかこう、僕はなんか、僕はなんか、あの、なんですか、ね、あの、なんかこう田原総一郎とか、例えばそういう人たちと、なんかこう日本の未来を語るようなことは、そういう人ちゃんちゃんちゃんちゃらちゃんちゃん、今なんかもう知らないけど、俺はなんかこう、なんていうんですか、こう朝まで、ね、外務大臣になってなんか知らないけど、朝まで、なんか G2 かなんか言って、うん、そういうの憧れてました。明らかです、憧れてません。僕が憧れてたのは、あの新聞記者だったんですよ。で子供の時に先生に、お前何が将来になりたいんだって言われたら、すいません宇宙記者ですって言ったら、なんだそれはって言われて、宇宙記者、俺の中では宇宙に飛び出してって、なんかこういうことっていうようなことを宇宙記者ってまとめたんだけど、あ、これだダメだな、こんなこと言ってるよじゃって言われたんですけど、まあそれでなんか根本寛一君となんかつつ宇宙な感じ、あいつ、あのちょっと違う気もするけど、あいつ俺の弟子なんですよ。だからさ、弟子なんですか。田中さんがどの辺にいらっしゃるか、あの確かめに来ましたとか言って、さっきだから様子見に来たんです。そうそうそう、今から4年前ですね、はい、あいつね、俺の弟子になりたいって言ったから、いやちょっと待って、俺じゃなくてさ、大神浩二じゃないの、お前にいろいろ教えてくれるのは大神浩二じゃないか、だからっていうんで5回俺断ってるんですよ。いろんなところで喫茶店、三越だとかいろんなところ呼んではね、お前さ、俺の弟子やめてくんないか、三越で俺ね、師匠の器じゃないし、俺ね、俺も弟子だったから、もうちょっとやめてくんないかって言ったら、いやって考えてるんですよ、じゃどうしても師匠はやっぱり目立ちたんでっていうか、お前さ、俺のどこがいいんだよって、すごい偉そうな、師匠はですね、オーラがあるんですよ。はぁ、なんだそれ。あ、でもね、そう、カンちゃん的感性でもちろん、はい、あります、感性がいいんじゃない、彼は。でもあいつ得してんですよ、俺の弟子であって、だからいろいろあるってことでしてる、学んでるのは座長なんですよ。二人の結局師匠持ってるもんじゃないですか。だから舞台上で学んでるのは座長で、その舞台の下でそういう稽古とかそういうことで学んでるのは目指さんから学んでるんじゃないですか。そうですね、ただほら、僕台本打つときにあいつに打ってもらったりとかするときに、それで一応まあ台本を作る勉強はさせてるかなと思いますけど、まあ、ちょっと話戻しますけど、ごめんなさいね、まあ、日芸行くじゃないですか、日芸行って何しろ演劇って全く分かんなかったんで、知らないで入っちゃったんですか。そうなんです、僕都民劇場で森重さんの芝居みたいなのが一つだけなんですよ。だから大学って日芸って新劇じゃないですか、はい、もう結構もう高校で鳴らした人が入る、そうです、ね、入ってきた、そうですね、みんなもうね、演技部演技コース、はい、まあ、ほとんどそうですね。それで何しろ双剣って言ってみんなで見なきゃいけない芝居があるんですよ、はい、例えば変な話、あの頃安倍工房とかね、例えばそれから文学だとかいろいろ見に行く、劇団雲とか、ちょうどね、雲なんていうのはテンペストとかやってました。テンペスト、そういう時もう見に行ったら、ね、真っ先に寝てましたね。それで、あの進撃って大変だな。でも進撃コースだったんですか。僕演出コース、演出、僕の演出コースで笑っちゃうのは、僕のところに横に伊藤蘭がいたんです。
演出コースだったんですか。演出コースだったんです。伊藤蘭、あのキャンディーズの、はいはいはい、あ大学日芸、日芸、日芸行ってるんだ。あいつ2年までしかいなかったんですけど、アイドルだけじゃないですね。もうすでにもう NHK でやってましたけどね、はい、でキャンディーズ途中で作っちゃったんで。あそうなんですか。だからそれとか、あとほら歌のサーカスってあるじゃないですか。ミスターサマータイム、ミスターサマータイム、あれの加納っていうあの兄貴の方が俺と同期なの。あそうなんですか。あと今やっぱり活躍してるんで、あのあれですよ、あの沢隆二先生のところにいる一番ですね、はいはい、木内隆起っていう、ね、よく知ってる、ね、これがやっぱり今ね座長になってますけどね、うん、一番ですね、これもやっぱり同期 でその木内が、うん、そのなんていうの、先輩と組んであちゃらかやってたんです、うん、大学時代に、あちゃらか、もう雲の上団五郎が大好きで、それで何だっけ、波の上駒五郎一座っていうのを作ってですね、うんうん、やってたんですよ雲の上団五郎じゃなくて波の上駒五郎、もうこんなのばっかりですよ、うちの周りでそれで、うん、要するに俺ね、やっぱりその後仮面ライダーとバイトをやってたんですけど、うん、どうしてもなんか知らないけど演出よりも役者やりたくなっちゃって、はい、でその要するに波の上駒五郎一座に出してくんねえかって話をしたの、うん、で卒業公演があったんですよ、うん、波の上駒五郎学外でやる、うん、それが何の縁があって浅草木馬座だったんです。すごいじゃないですか。すごいですよ。25歳の時ですよ。出たんですね。それが僕の初舞台。あのね、大暴れ清水港っていうんで、僕十郎町と宮古鳥の二役だったんです。すごいいい役じゃないですか。いい役なんだけど、結局セリフってよく分かってないから、うん、ただ要するにキャラだけで、この株だけで。うん、で結局なんていうの、十郎町で出て、で宮古鳥で出て、はい、で最後宮古鳥首が跳ねられて、はい、二郎町が持ってくるんだけど、うん、首が俺じゃないですか。はい、だから首がねえなって俺向こうに行って風呂敷でこうやって持ってくれるで次郎ちゃんはどうしたんだって向こう行ってまた帰ってくる。それ見たい、その芝居見たい。それって笑ってる次郎、あのね、石松がね、どうやって死んじゃうかっていうとね、うん、フグ中毒で途中で死んじゃうんですよ、で旅一座の、まあ、いるんです役者が、うん、これがまたこう好きなんですよ、こういうのがね、はい、これは座長なんですけど駒五郎の、はい、これがね石松に最後扮するんです。だからやられる時、刺される時は死んだやつを出して、生きてる時はその次がやるというような、からくり。それはみんな学生さんなんでしょ。学生と日芸の学生の、そうそう、うん、それで初舞台が木馬亭なんです。はあ、だから根岸のおかみさんって、あの木馬亭のおかみさんに、今さっき出した、うん、あのね、さっきあのね、さっきもね、お会いしたのね、あのね、その話したらね、うん、もう大感動ですよ。覚えてました僕の初舞台が木馬亭なんです、うん、それでどういうわけか、今からですよ、20年前に橋達也がこの浅草21世紀をやるって時に上演されてやるのが木馬亭なんです。でこれから20年もここでやるとは思わない。え、目指さんは最初からのメンバー。最初からの、最初からのメンバーなんです。そうなんです。大神と俺は最初からなんです。で僕は橋達也の劇団を黒字にさせた男なんで、スタッフで呼ばれたんです。大神はコントラブコールっていうチームで呼ばれたんです、はい、演芸だけだから、結構演芸が多かったんで、はいはい、でコントラブコールを解散するんで1年経って、はい、それで大神にどうしても僕コントがやりたくてしょうがなくて、うん、大神くんに頼んで、うん、チーム組んでくんないって言って組んだ、うん、あ、それがフリーパー、コントフリーパーなんです。だから大神くんというのは相方であり僕のコントの師匠みたいなもんで。そうなんですか。唯一なんていうのかな、世の中でもなんていうのかな、足を向けて寝れない、あどっちにあいつがいるか分かりませんけど昔山崎パンだったんですよ、営業で、はい、あのね山崎パンでね、はい、北はなんとかなんとか工場、はい、南は要するに鹿児島工場、はい、あ西に行けば山口工場、はい、東には茨城工場、うん、もうねあちこちパントラック走ってて、もう足向けて寝れませんからいつも立って寝てますっていうのがこういうネタがあったりなんかしたの、申し訳ございませんね、はい、どこまで話しましたかいや、それはじゃあそういう営業とかをやってたのもう21世紀に、いやいや、これが要するに、まあ、話すフリーパー、フリーパーの前なんですよ営業で。それで要するにそのあちゃらかの話なんですけど、どうしてほらあちゃらかって、うんうん、でそうやってやっぱり誰か教えてくんねえかなって話になった時に、うん、まあ、どういうか目立健一って名前を小桜京子って言うんですけど、はい、小桜、榎本健一さんの、はい、まあ、柳家金五郎さんの、はい、まあ、養女なんですけど、はい、その一段のところにちょっと飛び込んでやってる時に、はい、偶然谷寛一さん、はい、谷寛一さんの奥さんが、はい、石井金さんっていうね、喜劇役者がいるんですけど、あちゃらかのね、でこの人の知り合いで石井金さんが僕の子見に来たんですよ。で石井金さんって珍しい人なんですけど、西川きよしさんと見て分かるように、うん、目が大きくて口が大きいの大好きなんですよ。あ、ね、弟子、お弟子さんだもんね、西川さんもね。だからあ、こいついいって、うん、この目の大きくてこの口の大きいのはまだ荒削りだけどって言うんで、俺を要するに、うん、スカウトって言うんですか、新宿駒に出ないかって来たんですよ、うんうん、今まで小劇場やってたの、うん、はい、
そのあちゃらかやりながら、うん、たら新宿コマですか。でそのもう一人の僕の相方の花カードっていうのはもう出たくてしょうがないです、うん、大好きだから、うん、もう雲の枝んごろだからっていうのが、はい、頭の中、うん、それで要するにもう 2つ返事で出ますって言ってるわけです、うん、谷監視とかいるところで、うん、関啓六とかいるところで、うん、出ますで目立ちってかお前はどうなんだって言われたら、うん、僕はどうしようかなって言ったら、うん、お前天下の石井金が誘ってんのに断るのかよって話になって、うんうん、いやそう言われてもね僕別に今までコマ劇場見た時に遠くてね、誰が何やってるか分かんないんだよね大きすぎました、会場がだってあそこって、劇場っていうよりもあのなんか体育館っていうか、なんかすごいスタジアムだからスタジアムなんですよ、コマスタジアムだから一番後ろの方ってこんなになってるからはい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 、分かります分かりますでもなんか憧れの舞台ですよね、うん、なんかそうですよね、そういう方たち、まあ、一応出るようになってからはね、やっぱすごいなと思ったし、うん、ただ、それからですよ1ヶ月半、僕ちょっとその時店やってたんですけど、はい一ヶ月あの飲み屋をエコだね。飲み屋をエコだね。あのねでやったんですよ。1ヶ月半毎日石井先生が来るの。うん、あの誘いに、はい、新宿からタクシー飛ばして。えお前入れて。えだからまだもう決まったかこまで出るのっていう。うん、いやちょっとまだ。でなんだお前こんな汚い店でって、うんうん、出るか出ないか私が見に言いに来てん誘いに来てんのにって、うん、文句ばっぱ言いながら、まあ、その言い方に似てるお前ごときのお前ごとき安っぽい役者にわしがなんでここで来なきゃいけないんだいってあそうなのなんかブツブツ言いながらビール一本飲んで帰るわけですよ、うん、じゃあもう出なくていいよなあんな怒ってんだからさってまた次に来るんですよ、うんうん、じゃあ本当にそれがずっと出てほしかったんですねそれで最後電話でもしもし言ったらねあのわしだけどねどうなんだ出るか出ないかって言ったら石井さんって言ったんですよそういう時に、ね、向こうでさんお前ごときにさん、うん、なんて言えばいいんですかってなったんですよ、うん、先生ってなかなか言えないよねでも先生って、うん、いやでも何も教わってんだよねなんで先生取らなきゃいけないのかなと思ってでもまあ分かりましたじゃあ先生あのすいませんって言ったら、まあ、もう切ってしょうがないこんだけ言うんだから出るかみたいな話になって、うんそれ出たんですね。これが渥美二郎さんの要するに、1週間の公演でまず試してね金婚会やりたかったんですよ大村コン谷寛一、うん、石井金で、そのためになんていうのかな試作としてね要するにその喜劇をこういう喜劇を作りたいっていうのを石井先生が本書いたんだよ、うんはい、駒劇場でなんとか喜劇復活ってことでやった時に呼ばれて出たんです、はい、それが何年前ぐらいなんですかそれがね31の時だと思う31今からだから30年今から168年ぐらいだからさどれくらいなんですかあの人があの歌でヒットした後ぐらいだねそうですあのプサン班プサン校で帰るの厚見次郎ですよ厚見次郎もプサン校やったあそうやってもやったの厚見次郎ですよねでも厚見次郎、うん、他の歌もあるかもしれないけど、はいはい、プサン校もやったのあのなんだっけなんとか酒だもんねカップルでなんとか酒だけどなんとか酒が有名なんですよ、はい、の後にプサン校でも二人酒あ違う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  はしご酒じゃなくてはしご酒じゃなくて夢追い酒夢追い酒はしご酒って私禁句でしょ、まあ、そうだそうだはしご酒ってこんなになっちゃったんだなぜなぜ私を捨てたとか言うんですよ夢追い酒の後にプサン校に乗ったのよ、うん、またああそうだあ乗ったんだみんなカップリングみんなカップリングしたあの一曲だけじゃダメだもんねそうそうそうコマでやっぱりね一人で歌うっていうのコマのあの周り舞台とかすごいですよねところがねコマ、うん、劇場ってね、うん、他のところでは周り舞台使うんですけど、うんはい、喜劇に対してお金使わないんでね俺あそこで喜劇やっててね、うん、何本か出たけど、ね、周り舞台使わせてあ周りは舞台は使うんだけど、うん、盆を使わせてくれるなんてこう上がったり下がったりやんないんですか俺がね、俺が最初の頃見た時はね、鳴門市長ってやった時は、うん、あれで渦を、うん、ほら、こう、なんか、船が行ったり、こう、遠くに安住と逗子じゃないけど、こんなになったり、こんなになったり、そんなのがあるのかと思ったら、ない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 。そういうのやらせてくんないの？なんかあんまりそういう機構を使わせてくれない？そうなんですか。だから、で、まあ、そういうのがあって、貴重な体験をね。もちろん。で、それで石井先生にずっと指示してて、うん、それで、まあ、どうしてもコントやりたいんで、うん、であのポール・マキの下に、まあ、コント、太平洋っていう、うん、鍋さんというのが、まあ、師匠なんですけど、はいうんうん、そこについて、それからどんどんコントがやれないで、ずっと山崎の影響になっちゃった。山崎パンの。営業営業っていうのはその社員旅行とか専業展開の人たちのこう盛り上げたりだからわーって言ってもう盛り上げてカラオケの司会やったりとか、はい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 、そういうのがずっと続いて、うん、で、まあ、自分たちでもその芝居を作ってたんですけどもやっぱりあちゃらかっぽいものはでもやっぱりコントやりたいなと思って21世紀に入ってそれで今から20年前19年前にフリーパーを作ってやっと念願のそのなんていうかコントっていうものができるようになったんですそれはもう大神くんのおかげですこれコントの天才ですもん21世紀って創設今 20年目じゃないですかあ20年目を迎えたのかなあ
1998年なんですよ。98年、最初から見てるんだ。そうなんですか。そうなんですか。だけどね、毎月は言ってなかった。だってさ、なんか結構本がマンネリっぽかった。でもだからそういうこと言っちゃいけない。いや、いいんですよ。今面白くなったの。今、うん、昔はね、昔は、うん、そういう、ちょっとね、言ってもね、なんか眠くなっちゃう時も、今一睡もできないほど面白い、ま、本当に本当にここ4年ぐらい。本当、僕も見に行ってみようかな。行ってみて、行ってみてください。私も宇田川さんに誘われて、ね、そんなに面白いものが浅草になるなんて、うん、もう知らなかった。それがあんまり面白いから、みんなどん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 誘ったら、もうなんかすごい団体になる。いや、でもね、これは本当にね、うん、美香さんの本当おかげ。でもすごい、今日もお客さん、今日もいいじゃないですか、一個ずつまあいいんじゃないのみたいな。いや、でも、ね、まあ、今日もね、目の前にね、もう言ってくださるんだけど、うん、もう美香さんのおかげでね、ほらね、もう本当に僕大好きなね、森江ママとかね、宮崎さんとかね、毎月来ていただいてですよ、ね、ですよ、本当に。だから、ね、なんて言うんだろう、もう本当あなたのおかげで、どん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 お客様が、私だけじゃなくて、やっぱり面白いから、みんなね、確かに、なんていうんですか、最初はね、演芸色が強かったの、うん、なぜかって言ったら、まあ、球児講師さんとか出てもらったりとか、ね、うん、はいはい、でその後今度は喜劇を作るようになって、それで今度は、まあ、ちょっと隣ね、京田先生というね、うん、日劇のプロデューサーの人に書いてもらって、うん、それがずっと長かったんですよ。そうですね。それで、まあ、同じような風潮なんで、うん、ちょっとね、やっぱみんな辛いって話があって、あ、今から要するに大神が座長になった、4年前かな、うん、そこから今度ね、自分たちでって言って、うん、さっきも言ってくれたように、はい、まあ、いろいろプロの人とか、いろいろと新人さんとかね、いろんな人が書いてくれて、でさっき新人って言ったのは、うん、まあ、大阪のね、うん、女性も、まあ、一生懸命あれも面白かったですよね、作品をね、うん、考えてくれてるので、うん、でまあ、それで、まあ、4,5 人いるとね、いろんなものになるし、うん、うちの若い勉強になるじゃないですか。そうですね。人によって違うから、ワンパターンじゃなくなるし、うん、いろんなことができればいいじゃないですか。そうですね。ダイエットやっぱりどうしても、やっぱり、まあ、でも笑わせることが主なっていうんでも、うん、だけでもないんですけどね、うん、狼やっぱりそっちにやっぱり優れてるんで、こっちは筋立てを考えれば、本当に本当に笑わせますね、はい、だからこの間ちょっとフェイスブックで見た時に、うん、今度もほらコント、まあ、変な話、はい、骨折のやつで医者コンだったんですけど、うん、まあ、初日と中日と千秋楽見に来る人がいるんですけど、うん、初日みたい、中日みたい、フェイスブックあれ最初と最後は一緒なんだけど中が全然違うとかあって、あ、でどん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 やっぱり内容が良くなってるし、うん、笑わせるし、なんかそういう風に、だからまあこんな僭越ですけど、まあね、55号を見てる彷彿させるとかって書いてくださってると、まあちょっと嬉しいですよね。金ちゃんと、そう、二郎さん、なんかこう、だからこっちも戦々恐々なんですけど、うん、要するに毎回言うことがやっぱり順番が違ってたりとかあるし、あ、今日これできたかとか、そう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 、そのライブ感がね、だから中日ぐらいと千秋楽とか見ると全然ね違って、また、うん、舞台ってそうですよね。美香さんはね結構でも喜劇ほど変わってないけど、普通の舞台もやっぱり中日とか千秋楽まで行くまでに、そうですよね、変わってくるじゃないですか、うん、でも喜劇はガラッと変わってたりして、すごい、うん、そこが面白いんですよね。まあね、なんかもう、うん、なんか何しろ稽古が4日とか5日なんで、やっぱりなんていうかな、こうなんて固まる前にこう舞台に上がっちゃうところがあって、うん、でだからやっぱりお客さんと一緒に作っていく、はい、お客さんが笑いがあればそれでやっぱり乗せられるし、うん、笑いがないとはもう考えた方がいいのかなっていうようなところをやっぱり作っていくのは、それもお客さんと、お客さんに教えてもらうっていうのが、はい、なるほどね、じゃないですか。そんな喜劇人の目立ち健一さんでございますが、はい、この度はまた今度、ね、お真面目な演劇にシェイクスピアをもうやっていらっしゃるということで、まあ、お真面目っていうか、僕をやっぱり呼んでる限り、ただお真面目にはしたくないんだろうなと思ってますけど、シェイクスピア出ますでしょうか、マクベス、はい、今出てると思いますけれども、はい、これはどこに、どういった、画面に出てます今日画面がないんです、画面に出てます、出てるんですけど、これは西荻の夏のマクベスというのは、これは本当に普通の真面目な、普通の喜劇でも何でもなくマクベスなんですか。まあ、正直、ね、これ、まあ、主催が、まあまあまあ、今伊佐来かな子っていうのが演出なんですけど、はい、まあ、従来のマクベスって本当に暗いじゃないですか、はいはい、やっぱり、まあ、変な話、マクベスとマクベス夫人のドロドロとした、うん、はい、まあ、それを少しやっぱり、まあ、バラエティ化してます、やっぱり。
やっぱりあのそのなんていうのかな、ちょっと笑いもありの、まあ、笑いもあるし、はい、あのまあ変な話アメリカンポップみたいなこと言ってるみたいですけど、あそうなんですか、まあもう本当にただただ要するにちょっとそれだけやると暗いので、でまあそういうちょっとやっぱ明るくするような感じとか、はい、あとやっぱりちょっとお客さんに参加してもらうっていう部分もあるので、そうなんですか、はい、客席参加型なんですね。まあちょっとあの最後の方になって、ちょっとあの有名なあのそのバーナムの森が動くというところが、そこではやっぱりバーナムの森を要するに皆さんにちょっとっていうところが、まあ、実はあの昨日要するにちょっと仕込ん で、で今日要するにまあこれ終わった後に投資を何回かして、で明日昼間舞台稽古があって、あのまあ明日の要するに19時半から本番が始まるんですけども、まだそういう意味で言うと、まあもう僕もね前ここで前オセロで何年か前にオセロで僕イヤゴやらせてもらったと、でその時にはやっぱりイヤーゴがとオセロでちょっと笑わせるシーンはあったんですけど、あったんですね。その時にあのピンクの電話の清水よしが見にしてくれて、あの本当にもう褒め言葉だと思ったんですけど、どうしてあんな嫌な役やれんのって言われたんですよ。あんな意地悪な、その時にあこれは褒め言葉だなと思ったんで、この間今度ちょっとあのまたあの別役に乗るっていうのを、去年の2月にやらせてもらった時は、まあ、イサライがどうしてもやりたいっていうんで、まあ、その2人芝居だったんですけど、これも何かこう自分別役になるなんて初めてなんでね、まあそういう人がいることは知ってましたけど、ねえ、だから別役になるなんて今までお目にかかったっていうかね、台本自体もね、なんか3ページも読んだら眠たくなっちゃうんじゃないかと、ただ練習場所だとゴミ箱があるのは知ってましたけど、まあ、そんで自分でやってみたらまた不思議な世界だったん で、で、まあ、今回また何かあったらって言ったらシェイクスペアやるって言うんでね、じゃあシェイクスペアだったらちょっと参加したいなって話をしたら、じゃあマクベスなんだけどって言ったら、マクベス聞いたことあるけどな、でうちの近所にあれがあるんですよ、芸術劇場が埼玉の、でピッて見たら、ね、田舎マクベスと書いてあるんですよ、7月やってたらしいんですよ、なんかあのなんでさっきあの劇団四季のなんだっけ、蜷川マクベス、蜷川マクベス、なんとか正近、市村正近さん、あれが調べたんだよ多分、で、そうか、浦和じゃ蜷川マクベスか、西荻じゃ西荻マクベスかだったらな、昔からね、こういうことばっかり思ってる男だったんですよ、昔あのキャッツが流行ってる時、あっちがキャッツだったらこっちはドッグだなと思ってあのね、劇団四季がキャッツやってる時に、俺ね大暴れ宇宙発見点っていうの作ったあ犬ね、そう犬の猫に対して犬だなとか、はいはい、だから世間でなんかすごいことやってるとあれ俺もこっちがとかって思いながら、じゃあライオンキングに対抗して今度何しましょうか、えライオンキングに対抗して何にしようかバーガーキングとかいいかもライオンキングね、あでも、まあ、マクベスの話なんですけども、それでまあちょっとで今回マクベスは劇団員っていうかやって、ゲストの僕なんかは僕はマクダフっていう、あそこは劇団なんですね、この、シアター2プラス1っていうのは、劇団名ですね、劇団名なんです、ね、でこのアトリエでやるということ、そうですか、なるほど、じゃあイサライさんはその2プラス1の方なんですか、イサライかな子と成瀬光と元島っていうのが3人が劇団員で、はい、あと要するに僕はちょっと劇団の補助員みたいなもんで、はい、ここ今なんていうのは なんとかなんだっけな、後ろに撮りましょうか、撮りましょうか、撮りましょうか、なんだっけな、なんとか法人なんですよ、なんだっけな、なんとか法人、なんとか法人、なんとか法人、 NPO 法人、 NPO 法人なんですか、でそこで僕ね、一応とりあえずこの前にいた主催者というか亡くなった方が好きだったんで、一応ここ僕支援してるんですわ、あ、そうなんですか、なんで、でこれで、まあ、夏必ずこういうふうにここでアトリエでやるんで、でまあこれやらせてもらおうということで、でまあ参加してるんですけど、ね、あそうですか、はい、そうなんですか、だからまあちょっとあの今回まあこういう足なんですけど、まあ、とりあえずねあの、まあ、マクベスっていうとあのとりあえず戦いが終わって、はい、それから要するに、まあ、うん、ゴーダーの王様になるようにならないと手柄とかっていうんで、うん、まあ一人ぐらい負傷しててもいいだろうって話、あそれはでもいいですね、あの演出的に、そうそうそう、演出的にね、でそれで要するにまあ結局マクベスってさ登場人物多いじゃないですか、はいはい、だからいろいろなやつが一役だけじゃないんですよね、いろんなことやらなきゃいけない、はい、であるんで、まあいろんな風にして、ただやっぱりまあまあそのマクベスのマクベスらしいところっていうのは、うん、しっかりと今演出されてます、楽しそうですね、皆さんこれは8月22日から28日まで、そう明日からですね、
ですね、明日から28枚、お問い合わせはどこになんですか。これお問い合わせはですね、シアター2プラス1というところの、はい、アトリエになるんですけども、ここですね、03-3394-0008、はい、シアター2プラス1ということですね、はい、で一般で3000円で、はい、ペアだと5000円ということで、学生が2000円2000円ということで、で2人で来てくれると、うん、要するにちょっと安くなる。これペア、ね、女性ペアでも男女ペアでも、ね、ペアだだだ2人だったら男女女おかまおかまでも大丈夫、大丈夫だ、ね、いいですね、そうですね、じゃあそれだったらいいですね、うん、大丈夫、だからまあ2人で来てくれれば安くなるよと、はい、ただ50席しか作れないんですよ、アトリエなんで。じゃあお問い合わせした方がいいですね、この日は空いてますかって。必ずもうお問い合わせしてください、はい、あの50席しかないそうですので、まあ、若干ちょっとね、あの桟敷になっても、うん、まあ、大体作っちゃうんですけどね、はい、まあ、空間的にまあんまり少なく狭くなるときついっていうのもありますけれども、僕らの芝居とまた違って、はい、空間結構大事にしますよね、こういう新劇の人たち。そうですよね、だからやっぱりなんかそのなんか装置もいろいろと工夫なんか凝らしてて、はい、このアトリエではやっぱりしっかり照明も作って、うん、装置も装置家に頼んで、音楽まで作って、結構そこはやっぱりしっかり作りますね。すごいですね、あのやっぱりあの音楽家にだって音楽も作ってもらったりとかしてますんで、うん、そうなんですか、はい、音なんかもやっぱりちゃんとしっかり、まあ、僕2作やらせてもらってるんで、その辺のことはよく分かってるので、非常に丁寧に。この目立ちさん、ずいぶんお若い時の写真これがだから山崎パンで影響した写真じゃない、ゆきえさん突っ込むね、これ48ぐらいだよちょっとなんかあのそうなんかこれちょっとね、俺もね意外だった、そうこれ最近の写真も私のはずなのに、今もしかしてこれよ、この写真、この写真が、はい、これ出てるんじゃないですか、若い、お若い時のちょっと若いかなと、ちょっとお若いかなと、私ですよねあでもね、この間ちょっと俺ね、この間ね初めて通しやったんですよ、はい、通し稽古って、でまあ今まで部分稽古なんですね、僕木馬亭やってたから、はいはい、でまあ自分の場所ばっかりやるわけですよね、はい、それが今度通し稽古になって、これはと思って演出、まあ、照明も見に来てるんでちょっと気持ち入れたんですね、はい、昨夜の自分の役に、はい、それでこうカッと、まあ、泣くかとかいろんなことやって、はい、で終わった後にそれぞれダメ出しってあるじゃないですか、演出からこうやって見て、誰々さんはあそこそこそこう出てきてとか、あ、目立ちさんね、それ目立つの芝居シェイクスピアじゃないんですよ、人情喜劇になってるんですよでね、えって俺一生懸命さ、妻が死んだ、子供が死んだとかさ、息子が死んだとかさ、やっててさ、それでさ、王様とね、あのなんだっけ、お妃様がね、はい、妃がさ、あの、まあ、生きてたことをさ、うん、ちょっと思い浮かべてさ、涙ぐんでさ、うん、あなたのお父様、お母様はっきりとこの目が覚えておりますってやったらさ、それさ、あのね、目指したは、あの、今ね、浅草になってるんですよ、芝居が。シェイクスピアじゃないんですよ、これ、今あなたの芝居。俺一生懸命考えて作ったのに、あれって思って。もう出ちゃって、一人だけね、浅草の人情劇やってるんですよ。なんか力を入れすぎると、もう喜劇になっちゃう。あ、そうですね、21世紀になっちゃう。だから俺ね、俺はあの昔、大神君にも言われたことがあって、うんうん、目立ちゃんは笑わせようとしなくていいから、うん、そのまま目立ちゃん自体がギャグなんだからそのままでいい。だから俺はね、真剣にやればなるほど、うん、みんながプッてなるかもしれないんですよただね、うん、それじゃダメでしょ、うん、マクベスですか、ね、マクベス、いやマクベスってことじゃなくて、僕の人生がダメですあのね、今目の前に言いますけど、僕はね本当にこの間ねはっと思ったのは、尾上松也さんの、はい、あのチラシというかあれ、挑戦って書いてあったんです、はい、本当に、はいはいはい、でこの間もちょっとね、そのまあ森江ママとも話させていただいた時に、はい、やっぱりね、そのこれからどうしようかって時にね、うん、まだまだこれからだと思った時に、ああこの挑戦というのはいい言葉だなと思って、で彼は若くていろんなものに挑戦してると思うんですよね、はい、まだまあこれ未来がありますから、ね、私は未来が少ししかないかもしれないけど、いやでもね、この年でいろんなものが楽しくなってきてるから、うん、はい、コントもね、大神くんのおかげで楽しいし、芝居もいろいろやって、だからね、挑戦したいな、これはね、いい言葉を見たなと思ったんです、うん、僕、尾上松也さんの、はい、自主公演に挑むっていうのがやっぱり明日から始まります ね、 そうですよね、22日から24日まで、いや本当日本橋公演、ね、でね、まあ、かぶってますけどね、うん、まあいいんです、あの、うん、松也くん、まあのお母様の森江さんと、まあ本当もう美香さんのおかげでですよ、はい、知り合うことができてね、本当にね、うん、またなんかこう開けていけるという感じがします。私は本当にもう大切にしたいなと思ってます。うんね、こ
これだけはなんかもらえるかもしれないな今後いやでも本当なんですよ、あのね、うん、僕はねそういうことでね刺激をし合っていただけるっていうのはありがたいんです、うん、はい、そうですよね、それね本当にねこの間もほら一緒にほら飲んだ時もね、うん、あのおっしゃってくださった松屋さんにね、はい、あなたもね浅草の21世紀もねためには見に行った方がいいのよってね、うん、ここに何があるか、うん、ないかわからないけど、はい、何かもしあるならばね、はい、というふうに思うんですよ、今後挑戦したい、そのさっき挑戦っていう言葉が出ました、挑戦したいこと、はい、なんか演目とか、ああだからもちろんだから喜劇あのだけじゃなくてコントも、やっぱりあのボケとツッコミとかっていうんじゃなくて、やっぱりやっとなんか知らないけど相手が言ってることに対してこう素直に突っ込めたりとかボケたりとか、そのまずテーマに入っていけるとか、なんかだんだんなんかこうただただ笑わせるだけじゃないことになってくる。であと芝居も喜劇もなんか新しい、やっぱりなんかこうあちゃらかじゃないけど経演劇っていうかできそうな気がするんで、はい、うん、そういうものに対するものもあるし、あとはまた個人的でもですね、うん、だからあのまあ、まあ、思わゆいけど、うん、やっぱりなんていうのかな、はい、まあ、今までお客さんのことばっかり考えてるから、うん、自分に対するなんていうのかな、こう陶酔感とかやった感とか、うん、なんか自分だけこう世界に入るとか、うん、あんまりそういうことにないもんでね、うん、はい、いつも耳は客の反応ばっかり気にしてる家業だもんなんだから、はいはいはい、だからそういうふうに思ってるんですよね。うん、だからなんとかこういうマクベスとかそういうあの普通の演劇でないものにもどんどんチャレンジしていくあれですか、うん、していきたいですね、うん、今後は、はい、いきたいと思います。とコントと、はい、コント、もうだって贅沢なことですよ、コントがあって喜劇があって、うん、でもしこういうものもあって、うん、引き出しいっぱいありますね。あのこの間三宅裕司さんだっけ、うん、なんか新聞で見たけど、うん、やっぱり僕は舞台でって書いてありましたよ、はいはいはい、やっぱり喜劇を、うん、東京の喜劇、やっぱり僕も同じようにやっぱりだったら僕は僕らの方でこの浅草でもやっぱり景気は景気で、はい、やっぱりしっかりと、うん、いいですね、地に足を下ろして、うん、浅草チャンネルにふさわしいお客様に来ていただきましたね。本当ですね、本当今日は本当にもうぴったりな、またなんか今日の晩は、うん、あの目立ちさんは、はい、お出にならないけど今日の晩もなんかあるんですね。あ、これ今日の晩も、はい、夏祭りってね、うん、あのもう7年目になると思うんですけど、はい、うん、やっぱりあの浪曲がどうしても木馬亭っていうのは今1日から7日まであるのかな、うん、それでそこの人たちとやっぱり21世紀と芝居とコラボしてね、なんかやれたらいいんじゃないか、はい、いい企画ですよね。でそれで要するにまあその木馬亭企画ということでねやらせていただいてて、それでまあ今回僕は出れませんけどね、要するにまあご自分のね、ご自分の方がちょっとあるので、ね、自分でご自分っていうのも何のことですで、あのまあ、21世紀のメンバーさんの他に浪曲師の方とか曲師の方が出て、はい、であとだるま食堂さんも。そうなんですよ、だるま食堂、ま、もう大好きなでしょ、だるま食堂、あの、ね、だるま食堂はあまりにハマってる、だるま食堂はね、はい、恐ろしいぐらいもう本当に、うん、あのなんていうか一本筋が取ってもずっとコントでしょ、はい、でね、あのお姉ちゃんにしてもね、もうみんなねやっぱりコントに対する考え方がね、なんていうのかな、まっすぐというか、うん、でね、なおかつ新しいものを発見してる。であいつら歌うまいでしょ、アカペラやるでしょ、はい、で歌もやるで、まあ、もう本当すごい、うん、でなおかつ僕一番最初に30歳の時になんかわけのわかんないコントをね、うん、巣鴨でやった時に、はい、まあまあ変な話、俺の友達と、うん、はい、怒られたんです、この森下由美さんに。ほうほう、コントをあんたは舐めてる、もっと汗かかなきゃいけないし、あの、ね、いろいろとね、あのこんなね付け焼き場みたいなのがあって、もっともっとって言われてるの。その時はもうビーンと、でも何していいか分からない、でも本当にね知った激励っていうかね、はい、今から要するに33年前ですよ。それが今ねこうやって会うと、もうね森下由美、佐藤和子、星野理恵、うん、この3人と僕が女装した時4姉妹みたいな合うかも写真あるわ、うちに貼ったんだ。目立ちウィズだるま食堂ってやってもらいたいですね。そうね、見てみたいですね。もうあのお姉ちゃんと僕はどっちが上かっていう、ね、年齢がっていうのはあるけれども、はい、うん、もう4姉妹っていうね写真撮ったんです。常に新しいのをまた出すじゃないですか、はい、すごいんですよ、あれ、うん、私頭の中いつもそればっかり考えてるんだと思うんですけどね、うん、でも本当にね、もうこの、まあ、ゆみちゃんはすごいなと僕は思ってます、うん、でも本当に、ね、だから彼女らが頑張ってる限り、うん、フリーパーもっと思いますよ。そうですね、だって同じくらいの年齢だもん。この青春とはなんじゃらほいっていうのは、なんか青春とはなんだのパロディ版らしいですね。あのまあ井上先生最近ほら、あのこの間もね、あの黒トカゲのパロディでベニトカゲとか、はい、それから要するにあの、ま、真冬の夜の夢とかね、うん、パロディっぽいもの、真夏の夜の夢、あれ面白かったです ね、 ね、 あれもちょっと、あのほらなんかあの介護士のパックさんとか出て、 あれが、ね、あれはねパックさんはね、パックなのね、パックさん、ね、パックさんとパック、ね、であれはね、ユーロクが多分今まで一番良かったんじゃないかな、あれがさ、あ、パックの役を
やってるんだ真夏のような夢の。そう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 。でもゆうろくん良かったですよね、あの時ね。で一番最後にさ出てきてさ、うん、最後にあいつがさ一人の夢だったらなんとかんとかって言ったら、あれがさ俺たち全員慣れてなくてさ、ああいうのにさ、うん、何やってんの一人でみたいなこれで幕終わんのかよみたいな。やっぱりでも、まあだから稲田先生も青春とはなんじゃらほいっていうのは多分ね、大きな空へって、ね、あれのパロディ。お話はね、尽きないんですけどもね。誰が夏木陽介なのかね、リュウライターなのか分かりませんけど。ああ、もう好きなんだよ。お話は尽きないんですけれども、もう終わりなの？そろそろ、残念。どうしよう、どうしましょう。とにかくあのマクベス、お願いします。これはもう一押しでお願いいたします。すいません、はい、よろしくお願いいたします。ぜひありがとうございました。お忙しい中、ありがとうございました。お足元も痛い中、ね、本当にまた呼んでください。ぜひぜひ、あの楽しくて嬉しい、嬉しい。今度はあのやったー、もっと違うところをいっぱい食べて、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいませんでした。